こんばんは。こんにちは。今ね、ちょっとシャワーを浴びて、ちょっと髪が濡れてる。久々のなんか休みで、すごく充実しております。あれ、目薬どうしたんだ。みんなは何してるの？ちょっと前髪だけ乾かそうかな。ごめんね。ちょっと音切るね。
ちょっとね、あの髪の毛濡れててドライヤーしようかなと思ったんだけど、時間もあれになっちゃうし、前髪だけした、だから結びました。なんかすごい選挙の音がうるさい。最近紙コップを使ってます。なんかファンの方からもらって、明日行くよ、あ嬉しい、初見、最近ファンになってくれた子かな。明日池袋のツタヤ、ツタヤだっけの池袋で14時から14時45分まで、てか眉毛ないな、あのお渡し会みたいな CD のお渡し会があります。タワレコ、そうそう来ますか。なんか急だよね、私も急に知ったの。なんか美容院とか行こうかなと思ってたのに急に入ったからさ、別に予定立てなくてなかったからいいけど、もうちょっと早く行ってよと思ったけどね。待ってます。みんな行きたかったって来れないの？池袋あんまり行かない、美容院くらいかな。あとね、池袋の明太子つけ麺っていう、あの明太子屋さんがあって、明太子つけ麺屋さんがあって、そこは結構行ってたけど、めっちゃ5年前とかに行ってた。待って、マジで選挙がうるさすぎる。15分、もう15分やってるみたいです。え、お渡し会って CD 渡すだけなのかな、楽しみ。楽しみですね。私この間の公演で好きになって秒で明日の予定開けた。嬉しい。もしかしてこの間の B 公演でお見送りで今日好きになったって言ってくれたかな、 DM もくれた子かな、嬉しい。なんか本当に女性ファンが増えて、え、そうだって嬉しい、ありがとう。女性ファンが増えたから、なんか女性向けイベントとかもしたい。もちろん普通のファンの人のイベントもしたいけど、
ジでなんか最近劇場公演に男のファンの人いない。男のファンの人ね、おじさんはね、おじさんとか言っちゃってごめんね、おじさんはねめっちゃ前から応援してくれてる人かな、いるとしたら。もうそんと新規は女性の方が多くて、か私のファンの女の子はひだじょって言ってるらしくて、なんかみんな仲いいみたい、よく一緒に来てるよね。何これ、ゴールデンだるま祭り、AKB48 グループ現在83位ってなんだろう。本当に服装も美容も好きだから早く話したい。そんな私も早く話したい。ファンの方ではあるけどさ、女性の方ってなんか同じ目線で話したいなって思っているから、だから最初はね、お話し会とかみんな緊張するって言うのよね、まあ男性女性問わず。私が、まあ、外見が強そうなのか、あの大人っぽいから、大人っぽいって言われがちだからそう見えるんだと思うけど、そう、お中身こんな感じなので。あと MC とかでも最近よく喋るから、そういうのも知ってファンになってくれるのかな。若い男性どうしたの。若い男性は AKB にはあんまりいませんよね。まずいないよね、あんまりいないです。お話し会も当たり前に行くよ。お話し会ね、一番最後のお話し会が7月29、30、7月29が私の誕生日だから。お話し会じゃなくてリアルお話し会なので、会場で、まあ、生ひだあやに会えるっていうね。配信とか MC で印象変わったのある？嬉しい。そう、結構ねサバサバ してるかもしれない。サバサバしてるけどめちゃくちゃマイペースなのかな、自分の性格は。声、私自分の声好きじゃないの、なんかちょっと低くない？だからさ、歌歌う時もさ、 AKB の曲、高い曲ばっかりだから歌いづらくて、低い声は結構出るんだよね。そうそうなのよ。コンサートまでに顔痩せたいとか思ってたんだけど、痩せましたかね顔。でも最近なんか体みんなにすごい痩せたって言われて、私さ、だいたいさパーカー着て長袖でやってたの、ダボっとした服着てレッスンを。で、おとといのレッスンでなんか半袖を着て、ちょっとお腹が出るようなピタッとした半袖着てたら、メンバーから「痩せた？」みたいに、めっちゃ腕細っって言われて、体重測ってみたらなんか3キロぐらい痩せてて、ちょっとびっくりした。筋トレ？ジムとかの効果があるのかな。そう、もうこれをねキープしようと思って。夏もあるし。クマ？りなちゃんありがとう、クマギフトありがとうございます。ジムのせいか、でもお腹はね、どんだけ食べても太りづらくなった。シュッとしてる、本当に頑張ります。明日ね髪染めるんだよね。何色がいいかな。でもさ、結構茶色めがよくて、今の色ぐらいにするか、
今よりちょっと茶色めが良くて、やっぱコンサートってさ目立ちづらいから明るめでもいいのかなと思ってるしだよね。私も痩せたくて最近ジム行ってる。え、頑張ろうぜ。私さ最近ジム行けてないのよ、ここ 1,2 週間毎日レッスンあって疲れて時間もないし、朝9時から夜まであって、さてはグラビア仕事あるのないです私なんかそこまでめっちゃグラビアしたいっていうのがなくなって、なんかもう露出するのはいいかなって思った。なんか結構やったし、最近あと女性ファンが増えたから、なんかなんだろうな、もうエロい系、エロい系っていうか、なんかセクシーな感じは嫌だかな、際どいみたいな、なんか綺麗なグラビアがやりたい、やるなら。あと服とか美容とかそういう感じがやりたいな、やるとしたら。サウナもね結構行ってる。本当に疲れた時にもう家帰りたいんだけど、ここ我慢してサウナ行ったら絶対気持ちいいよなと思って、この間行ったの。バカ気持ちくて、バカとか言っちゃった、すいません、口悪やばいよめっちゃ気持ちくて、もう最高でした。やっぱねサウナは一人で行くのがいいんですよ、本当に整いたいときは。で友達とかメンバーと喋りたいときは本人にニキビできた。友達と行くときはめっちゃ整うぞっていう感じでは行ってないかな。声出た、バカ気持ちくてよかった、よかったですバカ可愛いです、ごめんね、ごめんね、休みの日くらいはさちょっとすっぴんでいさせてくれ髪の毛もさぐしゃぐしゃだって、髪乾かしてなかったから結んじゃった。え、なんか急にみんなと会えるイベントがお渡し会だけどさあるのにさ、なんかもうちょっとね1週間せめて3日ぐらい前からね、やってほしかったですよね。早く会いたいなね。めちゃくちゃ肌綺麗。え、嬉しい。でもこれなんかフィルターはちょっとかかってんだよねきっと、配信のここなんかね角質をこういじってたらなんか今日赤くなりました。なんかいろんなとこでやってるみたい、池袋とか渋谷とか。すっぴんだとね幼くなるって言われるかも。えんね、行けない人が多そう。でも行ける人のために楽しみます。
髪の毛何色にしようかな。明日楽しみすぎて今から松葉行ってくる。え、嬉しい。私も松葉行くんだ明日。終わってから、終わってから行く。なんかちょっとさ、なんか松江くんもつけようかなとか思ったりコンサート前だしね。あと何日後だろうコンサート。今日が27、26、25か。6、7、8、9、5日後だ。やば。私とオソロの色でピンクブラウン。ピンクブラウンってどんな感じ？赤っぽくなる？私はさ、赤っぽい髪似合わないんだよ。どちらかというとなんかグリーン系の色味とかのが似合うの。赤みだとね、顔が漏れないのよ。コンサート楽しみだけど寂しいね。でも最後だから楽しんでいきましょうコンサート晴れだといいね。エイトは晴れます。だいたい5月2日、5月2日は出ません。私は出ません。だからみんな、その次はまだ発表されてないと思うので言えないですが、5月の2日はもう発表されてんだ。5月の多分中旬ぐらいにあると思うので、皆さんその時まで撮っといてくださいね。他の公演行っちゃわないで。なんかもうね、8公演がないとか思うと寂しい。 B しかなくなるんだ。なんかこの間 B 公演のありがとうで泣きそうになった。ありがとう、今日もまた一緒にいてくれて感謝をしてます。さよなら。言いません、あなたともう一度この場所で会える、その日まで。配信は何時までしようかな。あと10分ぐらい。この前コール頑張ってたんだけど聞こえてたかな。え、めっちゃ聞こえてた。なんか頑張りすぎて喉大丈夫かなって思ってた。10年ぶりくらいに推し作ったけど、すでに楽しい、ありがとう。そんなこと言われたら私ももう嬉しいです10年ぶりってことは AKB のファンが10年ぶりってこと？10年前ってことは私が9周年だからちょっと入る前ぐらいか。なんかね、私のファンの方結構そういう人多いんだよね。なんか友達に誘われて劇場行ってみて久々で推しになりましたとか、そう、結構前に AKB ハマってて全然離れてたけど久々に劇場来てハマりましたっていう方が多くて、そうそう、嬉しいわ。私もそれです。
私の友達もそうだね。なんで嬉しい。じゃあ私まださ、みんなにさ、知られてないってことだよね。まだ見つけてもらってないってことだよね。よし、伸びしろある。伸びしろありますね、これは。新しいうちわ作ってるよ。なんかそういう人多いよね。DM で返せないけどさ、うちわ作りました、これコンサート持ってくねっていう人いっぱいいて嬉しい。かわいい。 NNB さんが好きだったよ。そうなんだ。でも NNB さんめっちゃかわいい人多いもんね。秘密兵器秘密兵器。私関西人。関西人なんだ。絶対話したら面白いじゃん。今日さ、お昼にセブンのカレーパンとアイスカフェラテ飲んだんだけど、やっぱセブンの定番だなって思った。カレーパンとカレーパンはよく買うんだよね。もうめっちゃ美味しい。もう2個食べたいもん。もう夜も食べたい。揚げ鶏も好きだけど、最近ねローソンのパリチキ、チキパリ、ん、パリチキか、パリチキっていうのを食べたんだけどめっちゃ美味しかった。食べてみて。カレーパンはバカうまいよね。そう、バカうまいの。バカがつくほどうまいのなんかセブンのカレーパン最近2種類出てるよね。パンの生地がめっちゃ美味しいんだよね。でさ、周りのさ、あのカレーパンの衣もそんな痛くなくて、痛くなくてっていうのはトゲトゲしてなくて、わかる？なんかトゲトゲして痛いなるじゃん、この辺切れそうみたいな。あのね、なんであんな美味しいんだろう。ローソンのパリチキ食べてみろ。食べてみて、美味しい、美味しいですよ。今日夜何食べようかな。セブン、ご飯系が美味しい。美味しいよね、ご飯系。私も好き。セブンはご飯、ファミマはスイーツ、ローソンはあの唐揚げくんとか、あのホットスナックっていうの、あれ、ひだじょの方にひだやの生写真入れる用のケースお願いしてるの楽しみ。すごいすごい。知ってる知ってる、頼んだんだね。なんか仲良くて嬉しいわ、こっちがファン同士で私のファンの方さ、美意識高くてさ、なんかメイクとか美容とかファッションを好きな子が多いから、かさ、やっぱお話し会とか直接会えるとこで話したいよね。そう、嬉しい。なんかやっぱお尻にいるっていうのかな、
なんかそういうの好きだと寄ってきてくれるのかな、引き寄せ術みたいな嬉しい。私もきっとみんなから学ぶこともあると思うし、お話し会ねたくさんあるよね今年7月まで。だからバカ楽しみにしてますいろいろ教えて。ごめんね、ちょっと止まっちゃったかな。お話し会、私もバカ楽しみですちょっとみんな真似しないで、真似しないで。マツパ行ってらっしゃい。こうやってさやると首長くなるらしくて最近やってる意味あんのかな。今はメイクしてないです。カラコン、ドイリカラコンだけしてる。でもね、まあ、レッスンないのはいいんだけど、ちょっとやんないと忘れちゃうからさ、忘れちゃうからやばいよっていう。でも配信もできてないし、配信しようと思って。CD みんななんでいっぱい届いてるの？あ、うん？お話し会とか撮ってくれたからか。ありがとう。コンサート本当に楽しみね。でもさ、やっぱさ、エイトのコンサートだよね。エイトのコンサートさ、人数が多いからさ、私出ないとこもあるしさ。なんか私出るときは目を輝かせてみてほしい。あ、今日フラゲビっぽい。そうなんだ知らんかった。なんか見つけてって感じ。でも広い会場でさ、やっぱり結構みんなで固まってなくてさ、こうバラバラに分かれるとこもあるし、いろんなとこ隅々まで行くと思うから、うちは見つけられたらいいな。だからうちは見つけたいからさ、このうちは持ってきますみたいなさ、 DM で送ってよみんな上手と下手？お昼はちょっとエッセイ取り毛を思い出して、どっちだろう。ちょっとさ見とくわ、立ち位置とか。また報告する。席ってみんなどうやってさ分かるの？
あー、じゃあさ、上手が劇場みたいな感じでわーって座れるんじゃないの？なんかちょっと番号が上の人は早めに入れて最善取れるとかじゃないんだ。あ、席が決まってるんだもん。4月30日のコンサート今から楽しみです。もうちょっとだよ、今からっていうかあと5日。え、あと5日、やばい、あと5日で8が終わる。楽しい悲しみ指定席なのよ。そうなんだ。皆さん、エイト応援してくださってありがとうございました。まだ終わってないですけどね。なんかやっぱさ、あ、ピアアリーナ結構さやってるけど、うちら上の人とか見えないから結構上向いて踊るね。さて、47やるか分かりませんが。楽しみ。楽しみです。 AKB のコンサートがやばい。結構投資リハ前に終わってて、その後に8の投資リハやったから AKB がやばい。47はいないところは、ま、メンバーがその件でいないとこは飛ばして言ってるよね。なんか楽しみ。なんかこれから楽しみ。そして昼公演は OG 祭りだからね。 OG も来るので楽しみです。1時間経ったら終わりにしようかな。何時からやってるんだろう。40あと10分くらいかな。OG は、あ、あったよ、何人かには会いました。ね、髪型何がいいかな、コンサートの髪型。何にしよう、コンサート髪型。
羊ヘアやだそうペナね、ペナの結婚式写真見せてもらったり、みんなから動画見せてもらったけど、よかった結婚綺麗だった、ウェディングドレス。その後ねリハだったんだよみんな。私はさいてないけど、マリアとかお代理とかしおりんとめっちゃ話したって言ってた。あ、そうそうそう、リオナ、しおりん、夏子もいたね懐かしい。懐かしいですね。クマギフトありがとう、ゆうまくんさんありがとうございます。じゃあちょっとのんびり話したっていうことで、そろそろ終わろうかな。じゃあ読みます名前。1位テストさん、2位りなちゃん、3位ゆうまくん、4位あきらさん、5位ピアノマンさん、6位すずちゃん、7位待って韓国語なんですけど、ゴリラと船の方ありがとうございます8位かっちゃん、9位かもちゃん、10位大粒ちゃん、11位なはんはん、32位ピータ、33位山福さんです。ありがとうございます。いやーお休み楽しみます。明日はお渡し会、来る人お渡し会、来る人急に決まったのでね、ちょっとくれ来る来れるか分かんないっぽいけど、みんな行けるように頑張って、行けるように頑張っていい、頑張っていい。14時から14時45分みんなと会いたい。楽しみにしておりますということで、また見てください。今日インスタ更新します。バイバーイ、ありがとうございました。